して今、はい、何をラーメン食べてきました。辛味噌ラーメン食べて気合を入れてきました。もういよいよなので、私もなんかすごいドキドキしてます。いや、15年前の写真を今日見てたんですけど、初めてドームに来た時の写真を見て、こんなことになるとは全然思ってもいない時だったので、なんかすごい夢のような気がするんですけど、ぜひ勝って ACL 出場を決めてほしいなと思います。でもやっぱり広島も必死だと思うので、すごい激アツなバチバチな試合だと思うんですけど、サポーターとして大きい声出して熱くスタジアムを盛り上げて勝利につなげたいなと思います。もちろんゴール裏です。もうお父さんが関取の戦いに行ってきたので、何番の何どれぐらいのとこにいるよっていう連絡も来てるんですけど、後で合流したいと思います。勝ったらもうなんかもう想像ができないんですけど、なんかやば、毛穴という毛穴が開くんじゃないかなと思います。でもすごい嬉しいことだと思うので、やっぱりその時はもう私もアジアに行けるようにお金を貯めたいと思います。そうですね、結構なんか歩いたり、結構福住駅からここまでの距離結構遠いじゃないですか。でもその遠さがまたワクワクする気持ちが加速したり、今日も勝つぞっていう気持ちになったりするので、この距離感がまたいいんじゃないかなと思います。はい、ここまでやっと来たと思ったら、こっからも長いっていう。また階段もね、一段一段こう上がっていく感じもすごいワクワクしますね。昨日寝る前はついに明日最終戦かっていう気持ちで、普通にでも割とすんなり寝ました。そこ寝たんだ。そうですね、お父さんもやっぱ明日は戦いの場だってことで、すごい早寝をしてました。何時ぐらいに？お父さんはもうでも11時には寝てましたね。すごい即寝てました。で私はなんやかんや2時ぐらいまで起きてたんですけど。お父さん何時に来て並んだんですか？何時ですかね。もう朝私起きた時にはもういなかったんですよ、部屋に。だからかなり早朝から行ったんじゃないかなと思うんですけど、何時ぐらいから行ったんですかね。そうですね、もう気合入りまくって、昨日もずっとなんか前日準備みたいなのもしてたみたいで、すごいバチバチに気合が入ってる。絶対 ACL 行くぞー。優勝お願いします。いや残念でしたね。いや残念です。あの前半すごい2点決めて、これはいけるぞと私もすごく思ったんですけど、後半はやっぱり2位広島の意地がすごくて、すごい、でももう1点追加できるんじゃないかなっていうワクワク感もすごくあったので、いや悔しいですね。来たーってなりました。しかも結構前半もう数分、始まって数分目だったので、結構これはすごいいい波が来てるなと思ったんですけども、いやーなかなかね後半は厳しかったですね。
なんか私ゴール裏でずっと飛び跳ねてて、旗であんま見えてなかったんですよ。で皆さんの歓声で、あ、入ったんかって入ったってことを皆さんの歓声で知ってびっくりしましたでもすごい、さっきリプレイでちょっと見てたらやっぱり鮮やかでした。おーってなりましたえ、めっちゃ確信しました。もうこれはよっしゃって思ったら、まあ最初の1点は、まあ、あれはまあしょうがないねって周りのサポーターの皆さんも言ってたので、まあしょうがないと思って、まあでもまだ1点勝ってるしと思って、まあ、後半に期待しようと思ったら、ちょっとね後半入って逆に決められちゃったので、おーマジかーってなりましたそうですね、鹿島が天皇杯で優勝しないとコンサドーレの ACL 出場が決まらないということで、結構厳しい、 ACL は厳しい戦いになってしまったかなと思うんですけど、コンサドーレにとってこの順位、4位っていう順位はすごい、今まで私応援してきた中で史上最高にめちゃくちゃいい成績だと思うので、来シーズンに期待できるかなってさらに思いました。そうですね、今日もずっと声を出して飛び跳ねてた、もうちょっとお気づきかもしれないですけど、もう喉がすごい枯れてるんですよ。こんななんかガサガサの声みたいになっちゃったので、もうそれくらい私も熱い気持ちで応援できたんですけど、来シーズンはもっともっとホームのアウェーも私も飛び回っていけるぐらいたくさん応援したいですし、そうですね、来年こそは3位以上に、コンサドーレ札幌が3位以上になれるように私も精一杯応援したいなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。雪がすごい